アレックス・ライフソンは、カナダのギタリスト、作曲家、音楽家、ロックバンドのラッシュのギタリストである。2011年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第98位。1953年の8月27日に、カナダのブリティッシュ・コロンビア州にて、セルビア人系移民の家に生まれる。本来の名字はジボジノビチで、これはセルビア語で、 生命の子を意味する。現在のライフソンという名字はこの英語訳である。12歳の時にギターを始める。最初に手に入れたのは父親から贈られたクラシックギターであったが、やがて日本製のエレクトリックギターを入手。以後、ほぼ独学でギターを学ぶ。ジミー・ヘンドリックス、ピート・タウンゼント、ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジ、スティーブ・ハケット、アラン・ホールズワース。 幼稚高校年、アルビン・リーの影響を受けた。1968年にトロントでラッシュを結成。これまでに17枚のアルバムを発表。個人としては、1990年代中期に、プライマスのレスクレープール等と共に、ビクターというソロプロジェクトで活動して、1996年に同名のアルバムを発表。1997年2月、ニールパート、ゲディリーと共に、 カナダ勲章を授与される。同年、スティーブ・バイが監修したクリスマスアルバムメリーアックスマスにインストゥルメンタルによるザリトルドラマーボーイを提供した。2007年、ライフソンがゲスト参加したポーキュパインツリーのアルバムフィア・オブ・ア・ブランク・プラネットが発表された。ありがとうございます。